雨の日や新型コロナウイルスの影響で外遊びができない時、子どもたちを家の中でどう遊ばせたらいいかお悩みの方も多いのではないでしょうか。そこで2回にわたり、お家で楽しく、そして気軽にできる室内遊びをご紹介します。さあ始まりました、杉並スタイル。今回担当するのは次男坊主と申します。お願いします。お願いします。皆さんよろしく。チューチューチュー。室内遊びをですね、ちょっと僕ら自ら体験しようかなっていう。懐かしいね。懐かしいですか。今回はですね、高井戸の児童館の、はい、皆さんにですね、おすすめをね、聞いて体験していこうということなんで、皆さん今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。最初は声に出さず絵を描いてしりとりをする絵しりとりです。うまく伝えられないとしりとりが続きません。シンプルだけど思いのほか盛り上がりますよ。普通しりとりだと、リンゴ、ゴリラとか言葉をつなげていきますけども、絵を描いてつなげていきたいと思います。絵を描いてつなげていくと、はい、何を描いてるかは喋ってはいけません。あ、なるほ ど, なるほど。もう絵だけでですね。絵だけでしりとりをしていきたいと思います、はい、なるほど。じゃあちょっと最初しりとりのりからいきたいと思います。おこんな感じです。おめちゃめちゃうまいじゃないですか。じゃあこれにつなげて私が描きたいと思います、はい、ああもうすぐ分かった。しりとりのりからね。おできました。お、はいどうぞ。僕はねここを見なくてね、あなたの目を見て描きますよ。早く描くよ。早く描く。あー、オッケーです、うん、オッケー、うん、描けました。私これ、はい、あー分かるかな。ちょっとね僕の方もね絵心がねちょっとだいぶないんでね。そうですね、この人本当にないですから。ねまずこれが何か分かってない可能性ありますもんね。いやそれ絵心じゃないじゃん。こちらですね。もうちょっと。はてこれは何でしょうか。ウルトラマンですね。ウルトラマン喋っちゃダメなの。そっか。ウルトラマンってどうすんだよ。じゃあちょっと今度は杉並区といえばっていう感じで。ちょっと今しゃべりました今。ちょっとそれヒントじゃないですか。今杉並区といえばってダメでしょ。ねえ。セーフ。セーフ。いい、これ楽しいですね。楽しい、うん、シンプルで。絵を描くときに時間制限を設けるのも面白いですね。はいどうぞ。結構これ児童館にあるものなので。ちょっといる。ああ、はい、はい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 、うんうん、ちょっと待って。じゃあできました。はい、はいはい、私次これですね。ああ、じゃあこれいきますよ僕。そうね、はいはい、どうぞ。どうしました。これなんか電波障害起こってます。画面がフリーズしてますけど、これからこれですよ。これこのこれで大丈夫ですか。つながってますか。田村さん残念ながら答えられませんでした。それでは答え合わせです。お二人ね、うまく。まずじゃあ最初しりとりのりから。はい、田村さん、うん、はい、リス。うまいよ ね, だね。めちゃめちゃうまいよ。うまい、めちゃめちゃうまい。スイカを描いてみました。ねスイカ ね, スイカね。これすぐ分かった。うん、いいですよ、はい。で、水崎さんがウィアが傘ですね、はい、傘。はい、傘ね、うん、はい。で、僕がウルトラマンっていうね。これも神器だよね。いや、これ魚ですね。これでも神器だよね。魚、はい、ナミスケ。ナミスケ。剣玉を描いてます。剣玉でしょ。はい。で、それを汲み取って私、マント。はい、わかります。ね、羽織るマントです。マントでしょ。うん。で、これもう虎ですよ、虎。虎でしょ。僕の負けってことですかね。そりゃそうだろ。分からなかった人が負け。なんで田村さんが負けになるんだよ。これ僕が負けってことですね。そりゃそうでしょうよ。次は新聞紙じゃんけんで遊びます。使うのは読み終わった新聞紙1枚だけ。さてその遊び方は。これを床に敷きます。床に敷く。1枚広げて、はい、はい、で、この上に乗って、はい、じゃんけんをして、うん、はい、負けてしまったら、うん、新聞紙を半分に折っていきます。はいはいはい、なるほど。で、はい、どっちかが
あの新聞に載れなくなってしまったら、うん、負けです。なるほど、はい、だんだんとじゃあ面積が少なくなっていくから。そうですそうですそうです。で片足で立ったり、ね、つま先になったり、うん、じゃんけんぽい、あいこうでしょ。おお、負けた館長。半分に折ると。はい、半分に折れた、はい、じゃんけんぽい、あいこでしょ。イエーイ弱っ。じゃんけんぽい、あいこでしょ、あいこでしょ。ちょっとえ、これ打ち合わせしてないよね。館長じゃんけん弱いじゃないですか。まだいける。これまだいける。じゃんけんぽい、あいこでしょ。イエーイ。乗ってる乗ってる。じゃんけんぽい。もう無理でしょ。まだいける、まだいける。まだまだじゃんけんしないでこれ。はいはい。じゃんけんぽい。参りました。参りましたじゃないでしょ。ちょっと館長。いや、はい、あの僕らこの後やりたくないですよ。これは超えらんないってねえ。じゃあ行きますよ。はい、最初はグーッときた君のハートにパー。何それ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 。じゃんけんイケメンじゃんけんですけど初めて聞いたよ。イケメンじゃんけん普通のじゃんけん、普通のじゃんけんわかんない。最初はグーじゃんけん、はいはい、これしょ、はいはい、これしょ、はいはい、これしょ、はい、よっしゃい。先ほどとは打って変わり、こちらの2人は大接戦、大いに盛り上がりました。やばいやばいやばい、ちょっと待って。最初はグー、はい、アイコンでしょ、アイコンでしょ。ちょっとやった、すごい楽しかった。まあでもね、あのご結婚もされてね、奥様と今後ねやる気もあると思うんでね、やっちゃおうかな、やっちゃおうかな。じゃあやますから。また次回もですね、これでもマジで面白かった。おすすめの砂遊びね、引き続きね教えていただけるということなんで、ね、頑張って体験しましょう。次回も楽しみ。はい、それではその辺で皆さんまたお会いしましょう。チューチューチュー。